野々市市立図書館がある学びの森の野々市カレード。野々市市立図書館は、石川県野々市市の公共図書館。後に、旧、野々市町と合併して、新、野々市町となる富奥村では1906年に、戦勝記念文庫が創設、青年団による、維持、巡回文庫の経営を経て、1919年5月28日に、村に寄付されたのを機に、富、 奥村立図書館が小学校内に設置された。1925年3月には文部省より表彰された。野々市村では1907年、当時の小学校校長、田中半次郎が図書館がないことを憂いて、有志の寄付を求め、1909年に東宮殿下北陸行計の記念事業として、 野の市村の小学校内に図書閲覧書が設けられた。その後拡張が続いた後に1920年4月1日、野の市村立図書館が小学校に付設される形で、開館、定期並びに臨時の巡回書庫も設けていた。野の市村は1924年に旧野の市町となった。後に新野の市町に分割編入する。 お市の村では1919 19年4月1日に認可を得て、また合村では1920年4月に、それぞれ小学校内に村立図書館を開館した。石川県市は昭和23年度末の市町村立図書館数を上げながら市立を除く大部分が図書入手難や経費難、学校に併設された館は校舎難、 また公民館図書部に合併されるなど独立して活動している図書館がほとんどなかったとしている。福岡村立図書館について我が公民館10年史は戦前から戦中にかけて極めて貧弱な施設と経費しかなく終戦でそれまでの図書がオミットされてただでさえ少ない図書が縮小され新館図書の購入予算も極めて緊張だったとしている。 野の市町では1952年、図書館を公民館に付設、青年団図書部に移管した。旧、野の市町と府奥村が合併して、新、野の市町となった1955年の当時、野の市公民館図書部による新館購入の告知と利用案内が行われていた。1962年4月に、中央公民館が野野市公民館内に設置され、 中央公民館の図書室を名乗るようになっていたが、中央公民館の新築移転に備えて1977年5月1日で貸し出しを中止した。1977年8月10日、新築された中央公民館がオープン2階に図書室があった。祝日を除く火曜日から土曜日の10時から16時半まで開館していた。1984年、 中央公民館の図書室が図書館法による図書館となり、野々市町立図書館となった。9時から17時まで開館し、月曜日祝日、年末年始を休館日とした。1985年に移動図書館車購入の予算が計上され、翌1986年には運行を開始していた。1991年6月1日、郷土資料室と 子供図書コーナーを開設した。1994年11月1日、金沢市立図書館と図書館資料の貸し出しに関する協定を結び、野の市町民と金沢市民とがどちらの図書館でも利用登録することができるようになった。1996年4月、2代目となる移動図書館社、ふれあい号が運行を開始した。移転のため、 1998年7月21日から休館した。1998年8月11日、横宮町に移転し、単独の図書館となった。10時から火曜日から金曜日は18時まで、土曜日と日曜日は17時まで開館するようになっていた。場所は2005年11月以降、北国銀行のの一支店の駐車場となっている。 1999年11月16日、電算システムが稼働を開始した。野の市町議会2000年3月定例会で、平成12年度より火曜から、金曜の閉館時刻を18時から19時へと1時間延長する予定と答弁されていた。2003年7月、ブックスタート事業を開始した。12月には、インターネット蔵書検索、予約サービスを開始。 2005年3月1日、移転のため休館した。同月、石川県横断検索システムに参加した。2005年4月20日、庁舎移転を受けて1967年春行の旧庁舎を改築して移転、開館した。白山市民も利用登録できると案内された。2009年4月、利用資格を変更し、0歳から登録可能となった。2010年9月、 野野市町子ども読書推進計画を策定した。これに基づき、2011年5月に、ヤングアダルトコーナーを開設した。2011年11月の市政志向に伴い、野野市市立図書館となった。2012年4月、図書館の前にあった、高さ20メートル、直径1メートルのヒマラヤ杉が、強風のため、根元から折れた。2013年、 野々市一子ども読書活動推進連絡会が発足した。2014年7月、野々市子ども読書の日を実施した。2015年1月、野々市市立図書館資料収集、保存方針及び資料除籍、廃棄基準を策定した。3月、野々市子ども読書推進計画を策定。2016年12月、車両の老朽化のためとして、移動図書館者、 フレアイ号の運行を終了した。移動図書館車は2017年11月28日、NPO 法人サペシジャパンから南アフリカ共和国西ケープ州教育庁へと寄贈された。移転のため2017年7月末で閉館した。跡地は2019年4月1日にオープンした複合施設、にぎわいの里のの市神井野の駐車場となった。2007年12月、 野々市町における望ましい図書館像についての投申2014年1月から3月にかけて、新市立図書館、市民学習センター検討委員会が実施、基本構想を投申6月、野々市市新市立図書館、市民学習センター基本構想が公開。6月14日から新図書館の運営補助も視野に、入れた図書館ボランティアの養成講座が始まった。 8月25日までに、野々市市と石川県が、太平寺4丁目の石川県立養護学校跡地の売買借り契約を結び、新図書館が PFI 方式で建設される予定と報じられた。11月16日、新図書館及び市民学習センターが入る、文化交流拠点施設と公民館及び観光物産所が入る、 地域中心交流拠点施設の二つの複合施設からなる市中央地区整備事業の実施方針を野々市市が発表、PFI 方式として管理者制度の導入を計画しているとした。12月5日、野々市市が PFI 方式の導入を発表。2015年6月30日、野々市市が文化交流拠点施設整備事業の説明会を広告。 7月3日、旧社からなる大和リースグループが野々市中央地区整備事業を落札した。12月、PFI 事業者の一員として新図書館の業務を担う図書館流通センターが海老名市立図書館でカルチュアコンビニエンスクラブと共同で指定管理者となっていることから CCC が竹尾市図書館、歴史資料館や海老名市立中央図書館で起こした蔵書購入。 戦書問題を挙げて、新図書館の蔵書購入、戦書について、野々市市議会で質問があった。さらに、CCC を指定管理者とした多賀城市立図書館で、古い本を購入して、経費を浮かす提案が行われていることを挙げて、新図書館でそうしたことを行わないよう確認された。2016年7月27日、文化交流拠点施設の寄稿式が行われた。 8月、大ワリースラ9社は、特別目的会社、野の市中央、町づくり株式会社を設立した。12月1日から2017年1月6日にかけて、県内と PFI 事業者、野の市中央、町づくり株式会社から愛称を募集。2月20日に、PFI 事業者の提案作品、カレードを最優秀賞に選び、施設名称とした。 学びの森の野の市と合わせて、施設名称及び愛称を、学びの森の野の市カレードと発表した。2017年11月1日、学びの森の野の市カレードがオープンし、施設内の野の市市立図書館が開館した。学びの森の野の市カレードは、図書館と市民学習センターの2つの機能からなる。敷地の東側に駐車場があり、南側が憩いの広場、 中央から北西にかけて建物がある。建物屋内では図書館を中心に置き、図書館を取り囲んで西端と北端に市民学習センターの音楽スタジオ、キッチンスタジオ、創作スタジオが配置され、北東側には市民学習センターの市民展示室、オープンギャラリー、さらに事務室など管理スペースがある。南東側には飲食店、 旧が2020年10月31日から併設されている。図書館の南側一面と中央にある光庭がガラス窓になっている。2本の大きな柱はブックタワーと名付けられ壁面を書家とし2階以上の2層は書庫としている。図書館の東側に自動書、中央から西側に一般書2階にやまた市民学習センターの 各スタジオの近くにはそれぞれ音楽、料理、工芸と関連する図書を配下している。2階には学習室と持ち込め PC スペースがある。自動書部分の中央には円形のお話、会コーナーがあり、パオと名付けられた小降幕には野の市出身のアニメ監督、米、林博雅によるイラストが描かれている。 エレベーターは業務用を含め2機ありいずれも日立生図書館の入館や利用は誰でも可能であるが考え貸し出しをはじめいくつかのサービスで利用者カードが必要となる利用者カードが発行できるのは野々市市在住、在勤、在学者、金沢市、白山市、河北市、内灘町、津端町の在住者となっている2018年7月1日から川北町の 在住者も可能となった。貸し出しの手続きは基本的に館内各所に設置された自動貸出し機で行う。中央の自動貸出し機の並びには読書手帳機も置かれている。野々市市民のみ、野々市電子図書館を利用できる。インターネットを閲覧できる PC ブースが設けられており、新聞など商用データベースも閲覧できる席もある。 また図書館資料の CDDVD を閲覧できる AAV ブースも設けられ、館内貸し出し用のタブレット端末も用意されている。敷地内にコミュニティバスのィのバス停、カレードがあり、中央ルートと西武ルートが通っている。敷地の南側に面した道路を約150メートル東に行った交差点からさらに南に100メートルのところにシャトルバスノンキーのバス停、 野の市消防署がある。敷地の南側に面した道路を250メートル東に行ったところに、北鉄金沢バスのバス停があり、2017年12月1日に、名称が、野の市消防署前から、野の市図書館前へと変更された。野の市市役所と金沢駅、または県庁前を結ぶ路線が走っている。鉄道の駅からは、距離があり、 北陸鉄道石川線の野の市高台前駅からは 2km 弱、JR 北陸本線の野の市駅からは 2km 強あるが、それぞれ、ノッティが、JR 野の市駅とは、ノンキーもつないでいる。ただし、ノッティは片方向きのみの巡回のため、カレードから高台前駅、野の市駅南口から、カレードは、遠回りとなる。公式サイトでは、 金沢駅からのアクセスとして、約500メートル北に歩いたところを通る、国道157号線沿いの北鉄バスのバス停、太平寺を案内している。主な路線は、金沢駅と末東方面をつないでいる。また JR の野市駅からのアクセスとしては、ノッティの、北部ルート及び、ノンキーについて、やはり国道157号線に近いバス停、フォルテを案内している。 無料駐車場が129台分あり、駐輪場も95台分が設けられている。ありがとうございます。